ヘアアレンジラプンツェルで遊んでいくよ。素敵なヘアアレンジ始まるの始まり。ようこそサンサン美容室へ。曇り美容室だよ。いやもうどっちでもいいじゃん。いや絶対曇り美容室。いやお客さん待ってるから。もう一回やり直すよ。ようこそ曇り美容室へ。いやもういいよ。お客さん、今日はどんな髪型にしますか？可愛くしてちょうだい。自分で返事してる。まず髪の毛を洗っていこう。受け入れ体勢半端ない。このシャワーヘッドで髪の毛を洗い流す。じゃー、かゆいところないですか？よし、次髪を切ります。もちろんハサミでね。その前に髪の毛溶かさなきゃ。節はこれだよ。あ、この形は魔法の宝石だ。私はラプンツェルよ。髪の毛を溶かしましょう。おー、しゃべった。まだ何かあるかも。髪を溶かそう。お？とっても素敵。おー、じゃあお待ちかね、カットタイム。最高。かわいい。この形は魔法の宝石だ。私はラプンツェルよ。綺麗にしましょう。わあ！びっくりした？なんだつくもか。さっき見つけたの、私も仲間に入れて。もちろん。ヘアアレンジ対決しよう。いいわね、私対二人でもいいわよ。強気だな。え、いいじゃん、余裕で勝てるよ。じゃあ行くわよ。お題はお下げ。お下げ？クマリン、そっち側やって。僕こっち側やるから。オッケー。まず2つに分けるよ。そしたら編む。できた。クマリン、だって三つ編み難しいんだもん。どう？できたかしら？一応完成です。私のラプンツェルはこんな感じよ。わあ、なんかすごい。髪が長いから三つ編みを三つ編みにしたの。面白いでしょ。そっちはなんていうか地味ね。ってことで私の勝ち。それつくもが決めるの？次よ。ポイント。次のお題はラプンツェル。ラプンツェルにしましょう。ラプンツェルって難しくない？一応お花のクリップとヘアゴムはあるんだけど。あ、いいこと思いついた。横の毛束を合わせて止める。これを繰り返せばラプンツェルみたいになるんじゃない？とっても可愛いわ。もうできたかしら。わあ、すっごく可愛いじゃない。私のラプンツェルはこうよ。花びらっぽいお団子に花のついた三つ編み、そしてティアラよ。二人ともすっごく可愛いね。判断が難しいわね。いいわ、今回は両方の勝ち。やった。楽しかったわ。また勝負しましょうね。クイズタイム。ヘアアレンジバトルで2つ目のお題は何だったでしょうか？答えはコメント欄に書いてね。答えはな、なんで毎回言おうとするの。そうだ。あ、おしまい。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。もっと面白い動画があるよ、見てね。上と下どっちがおすすめ？両方とも見てほしいな。ここのボタンを押すんだ。またなー。